なたと永遠にありたい。あの時の言葉は真実だった。彼女の本当の思いだった。その通りだ。俺は間違ってなどいない。永遠を授けようとしたことは正しい選択だった。それをお前たちは。今のあなたとじゃない。まだわからないの？あなたと共にあったあの人の思いが。踊って欲しかった。ノアという名に呼んで欲しかった。ミオという名で。なぜ、なぜお前たちはそうして立っていられる。至るところ悲しみに満ちたこの世界で。運が良かったんだろうな。運だと？巡り合いって言い換えてもいい。俺はいろんな人に出会えた。ランツ、ユーニ、タイオン、セナ、リクにマナナ、たくさんの仲間たちに恵まれた。そしてミオにも出会えた。ほんの少しの差なんだよ、俺とあんたとは。もし俺があんただったら、きっと同じ道を選んでいたさ。同じ道を。ああ、でも今は違う。ミオや仲間たち、それだけじゃない。もう一人のミオや、もう一人の俺、出会った全ての人が今のこの俺を形作っているんだ。未来へと進ませてくれるんだ。たとえ世界を本来の姿に戻せたとしても、お前たちが生きながらえる保証はどこにもない。それでもか。それでもお前たちは進むというのか。ああ、そうさ。限られたこの10年を戦い抜く、それだけだ。エヌ、あなたももともとは未来を求めたウロボロスだった。だけどある日、未来を諦め今を守る選択をしてしまった。でもね、それでもいいの。守ることもとどまることも思いの形だから。私はちゃんと分かっていたから。ミオ、一緒に来ないか。もう一度未来にかけてみないか。もう一度。お互い目指した道だろ。なら簡単じゃないか。N が消えちゃった。これは一体どういう。ノア、 N 死んじまったのか。いや、大丈夫さ。大丈夫とは。今はやるべきことをやろう。あ。
夢を見ていた。長い長い夢を。戦う若者たちの夢。倒れても倒れても何度でも立ち上がり生き抜こうとする若者たちの夢を。ジョー、ノアだな。ずっと見ていた偽りの私の瞳を通して。よくぞここまで。アグヌスの女王は解放した。そしてあなたも。あとは残すは奴だけだ。Z か。ああ、 Z はあれは人ではない、思いなのだ。思い。誰もが抱く不安、恐怖、そういった思いが集い、人の形を成したものが Z だ。人からメビウスとなった者たちとは違う、真のメビウスなのだ。真のメビウス。子ではないということですか。子であって子ではない。そなたたちのうちにもメビウスはある。もう気づいているのではないか。この世界は静止した時の中、永遠の今を選択した思いによって作られた。ならば僕たちも世界も今ある全てが偽物なのですか。存在する全ては現実なのだ。今の命、未来の命、メビウス以外の多くの人々の思いもまたこの中に生きている。そなたの持つ対の剣もウロボロスもその思いが形を成したもの。今を守るか未来を切り開くかは振るう者次第。未来は確かにある。望む未来を紡げ。そなたたちならばそれができる。ならば私がかけるべき言葉はただ一つだな、ノア。ミオン、ランツ、セナ、体温、ユーニ。この世界を頼む。オリジンの中枢はここよりさらに下層にある。 Z はそこにいる。私はキャッスルに戻り、兵士たちを日時計の呪縛から解放する。命は Z の力となってしまうからな。さすがは女王様だ、頼もしいぜ。あの、外まで護衛は必要ない。私を誰だと思っている。さすがだ。みんな、これが最後の戦いだ。誰一人欠けることなく生き残ろう。ああ、変わった世界楽しみたいしね。絶対に負けられないね。負けないわ。ここまで来られた私たちなら。未来をこの手に。おう、つかもうぜ俺たちで。
よもや二つの世界が共闘するなど過去の自分に伝えたとて信じはしないだろうな。これより我々シティは総力を挙げてケベス、アグヌス、両軍を援護する。ビルガネス、バスピオン。これよりオリジンへと総攻撃を仕掛ける。援護を頼む。なこと言われなくたってやってやるよ。我々の目的はあくまで防衛だ。破壊するのは外周の兵器のみ。オリジンの中枢にはノアたちが向かっている。中は壊すんじゃないぞ。壊したら世界も元に戻らなくなるってんだろ。了解したぜ。